11月8日日曜日、伊丹空港に着く直前、機内でバイデン氏の大統領勝利宣言の演説がありました。7日から東京で研修がありました。コロナ対策からすると飛行機の方が新幹線より安全かも。というのは機内の空気を入れ替えるのに3分で済むそうです。それに比べて新幹線は倍の6分かかるそうです。そんな影響もあるのか、飛行機はほぼ満席でした。この度は GoTo キャンペーンを利用して一泊しましたが、費用は半分で済みました。飛行機代も安くなりました。11月後半、東京にまた研修に行きます。それは新幹線を予約しましたが、ひょっとしたら飛行機の方が良かったかも。ただ飛行機の場合は早朝の便が間引きされてるんで、便利が悪く新幹線を利用しなければならないです。アナはドリンクのサービスはありました。